あれ？オフないか？さあどうでしょう？オフない！いやー、これはシティやばくなったね。やばい、キックからアントニオが競り合って、そらして。あー、残ってるな、多分ね。残ると。いやー、これはやばいですね。負けたら、並んで得失点差なんだ。勝ち点差並ぶ。だ最終節絶対勝たなきゃいけなくなるんだね。このパターンの前線ゴリ系のロングボールかカウンターでやられるのはちょっと浮かぶね。おっと！マジで？うわぁ、これはやばいですね、シティ、いよいよ。これはやばい。何があったんだ、今。サポルトが外したのか？またジンチェンコと。競り合います、反らします。いやー、さっきと一緒かー。いやー、ボーエン絶好調っすね。いやー、また抜きになったんだ。来たー、グリーリッシュ！早い時間に展開した。よく抑えたな、今の。こういうのでね、2-0 からの2-1はね、精神的にもすごいからね、圧が。おー！うわー、こんなことあるんだ。それで追いつくんだっていう。いやー、テンパってたんだろうね、ウェストハムの選手もね。おー、来た！あー、ないかー。あ、これ見に行ったら PK になるパターンだな。誰蹴るだろう、マフレスかな。いやー、でもしっかり PK だもんな。今日のマフレスだと外しそうな感じもあるけど、どうなんだろうね。うわー、外したー。決めれずだ。いやー、今日外しそう感あったもんなー。一応まとめとくと、シティ後半多分、まあウエスタムが結構引いてこう 4-4-2 で守るじゃないですか、いう形で。しっかり守るときにウィング張る、中ジェズ取る、この辺デブライネここ行ったり、あ、ごめん、おう。デブライネが、この、ここのハーフバイタル行ったり、ここ行ったりとか、いろいろ移動してたんだけど、これを、で、残った選手は、こういう感じだったんだよ。で、これが、ここ、ベルナード・シューバー降りてくるから、任してジンチェンコ張ってて、このエリア使えないから、グリーリッシュにボール入った時とか、ここから抜ける人がいなくて、ここでのズレとか生まれないみたいな。で、グリーリッシュのこともサポートできないみたいなだから、まずここに人を置こうと。だからベルナード・シューバーを結構この辺いたところを下ろさなくして、その分この迂回経路をジンチェンコが絞ることによって作ったんですよね。で、それはうまくいった。だから振って振ってのニアゾーンなんていう、こういう形でボール持ったところから内側サポートして、こういうクロスっていうのを両サイドでやってたでしょ。で、それによって、センターバックが引っ張られたり、中盤引っ張られたりして、空いてくるここのところに、ボール通したコンビネーションとか、これは良かったところですよね。それによって流れも良くなったし。なんだけど、これは良かったんだけど、今度、なんか途中でペップがさ、カンセロのこと腕掴んで、お前ーって言ってたのが、多分カンセロが、こう張りすぎて、ここ縦の関係になって、ここボール通らないからなのか、むしろ、なのか、ここ、なんか、ふわっとしたポジションにいて、低い人いて、デブライネが、この、こういう、サイド流れてきて、こういう迂回経路作るの。で、これってさ、こっちで起きてた現象とか、ここでサイドで引っ張った後の、これ、この深い位置でのこっからの折り返し。ウエスタムが引いて守った時に対応しきれないクロス攻撃ってできなくなるから、だから、カンセロに、この、内側にいて、ちゃんと、ここ繋ぐポジション取りながら、デブライネを下ろさなくていい、この役割やってほしいっていうのを言ったと思うんですよ。カンセロこの辺ふわふわするから、ほんと感覚でやってるから。だけど、カンセロそれ言われた後にめっちゃ内側絞ったりして、結果ここ繋がんなくなるっていう。いずれにしろさっきと違う現象でデブライネ降りてきたりとか、こっちでしか回せなくて、結果、ここのなんかワンチャン通ればいいみたいなサイドチェンジだって、まあ、ロングパスのスキルとマフレーズの受け手のスキルが高いから通ることもあったけど、基本無理めのパスになって、相手も、こういう迂回経路作られてない中で振られるから、ボールが通った後も、もっと、
守備の状況が整ってるっていう風になったんですよ。本当だったら、こう、会計のここにカンセロとかいると、この時に、このカンセロに対応しなきゃいけなくて、こう、出たりとかしてる中で、ここもっと楽になんだけど、ここ出ていかなくていい、こういう状況だから、行った時にこれ詰まってるっていう。で、その後にカンセロまた貼るようになったんだけど、今度、カンセロが貼ってまた高い位置来るから、まあ、この辺かな、フェルナンジーニョ持ってたりとか、デブライネ降りたりもしてたかな。あと、カンセロが中入りすぎて、今度、ロドリがこっちいて、みたいなのありましたよね。で、最終的にもどこいればいいから、マフレズとカンセロ、ここ一緒にいるみたいなさ。そう全然意味ない布陣になっちゃって。なんで僕は、ここもアントニオをヘルナンジーニョが、もう抑えようとしてんだけど、2回に1回ぐらいやっぱフィジカル負けみたいなするから、まあ、これはヘルナンジーニョが、まあ、大人もあるけど、何よりアントニオがこういうので食ってきた、飯食ってきた人だから。で、あとここをプレスバックするロドリーにして、で、ロドリーならミドルシュートもあるし、で、ここギュンドアンにして、ギュンドアンならアンカーでこう捌きながらミドルもあるし、なんなら、ここギュンドアンにして、こうデブライネにしてもいいですけどね。同じようにニアゾンランとかできる。デブライネならミドルシュートもあるから。で、ここをロドリーにしたから、じゃあフェルナンジーニョ外すのかっていうと、カンセロを外して、フェルナンジーニョここをすれば、フェルナンジーニョここ繋ぐのめっちゃうまいですよ。だからここに配球しながら、ここずれてきたら、中のミドルとか、ジェズ使ってコンビネーションとか、こういうの相手が嫌がってこういうふうにしてきたら、サイドチェンジからもっと楽な展開でグリーリッシュ仕掛けられるとか。だから追いつけるチャンスが増えた。カンセロのこっからのクロスとかアーノルドみたいにめっちゃチャンスになってるんなら、あ、そっちにかけたんだなってなるんですよ。でも別にカンセロのこういうクロスとか、ここからの突破でそんなチャンスになってなかったし、そういうシーンもなかったでしょ。だから僕はこの試合はマドリー戦と違う理由でカンセロを変えた方がいいっていう。で、ペップがカンセロを指導した時も言ったけど、普段ふわふわしたポジショニング取ってるやつを、今日の試合は絶対負けられないから、こういう動きしようっていうに、まあ、脳の負荷考えて普段言わないのを、この試合だからもう負荷かけちゃって、結果それでカンセロのオンザボールの良さとかもなくなったんじゃないかなって考察します。で、現に、まあ、あの時カンセロ変えた方がいいって言って、じゃなきゃ流れ良くならないってなって、結果その後取ったのってオンゴールとね、PK のやつだけじゃん。やっぱそうだから、うん。だから、ペップの正解があって。まあ僕のやったやつやったら別の問題出るかもしれないですけど、僕の正解があって。どっちもサッカーには正解ないよね、じゃなくて、ペップのやつは不正解ですよ、これに関しては。で、僕は思いますね。って感じでいかがだったでしょうか。まあ、切り抜きポイントでしたね。はい。眺める